周回の対戦内容があることですが、ゆっくりレースを使用してポケモンの対戦実況を行っていきます。他にも茶番が多々あったりしますので、苦手な方はブラウザバックを、そうでない方はお付き合いいただけると幸いです。対戦相手様への誹謗中傷などもお控えください。それでは新、ワンコのごとく7匹目、ブースターグランプリ3戦目をどうぞ。さて、2戦目が終了して1勝1敗と。まだまだ1位を狙えるポジションですね。ここらで一つ先輩の意地を見せてやりますとも。さて、お次のお相手さんは。もう嫌ですー。なんで私の時だけ PDF 杯のメンツをピンポで引くんですかー。あー、先輩がこんな企画に、匂いが嗅げるほど企画にー。はじめまして&こんにちは。ウィンディーの尻尾にリボンつけて怒られたい七羽です。同じく先輩にリボンを巻いて、所有物アピールしたい後輩のことです。前の試合、シェイドさん相手に大奮闘してくれましたからね。突っ込まずに流すとしましょう。冗談はなしでのコメントを残すならもう、本当に対戦してる時はいっぱいいっぱいで、ここは引き分けにしませんかと。先を見るのが怖いので引き分けで落としませんかと、そんな気分でした。開示ですかあなた。いやまあ、わかりますけどね。負けられない試合ってプレッシャーは辛いですよね。で、冗談ありの場合だと？これ勝ったら絶対先輩が褒めてくれるなでなでしてくれるはずとかキスとかその先とかご褒美願っても許される許しが出るむしろ許してくれなくても要求して勝ち取るって思いで胸が。カットカットかーっと、思いを語るのもいいんですけど、そういうの苦手な人もいるんですから、ほどほどにしないとダメですよ。わかりましたか？嫌です。力強い拒否にびっくりですよ。というか、嫌ですって、子供ですかことちゃん。年齢設定的には子供で合っているかと。せやな。しかも動画2匹目からこんな感じでしたし、もう今更だと思いますよ。せやな。付け足すと今回は相手の方も、割とバカップルと言いますか、イチャコラの多い動画の人たちなので、そこから流れてくる視聴者さんもこのくらいは許容範囲。つまり私が先輩へと迫っても問題は一切ないのです。本人の同意がない、という大きな問題は解消されてないのでアウトですけど、アウトですけど。先輩、私のこと嫌いなんですか？いやー、後輩が会を増すことにずる賢くなってるからもういやー。あー、先輩の叫ぶ姿も美しくて素敵です。はいはい、もう行きますよ。進行していきますよ。今回のお相手はこちら、指パーチン。というわけで B39 さんで。違う、これ違う前世です今じゃないですなうじゃないですー。こら失礼。こっちでしたね。でやあ。改めまして。マヨさんに引き続き、PDF 配生である B39 さんです。テンパートナーズはアグノム、ギャラドス、サーナイト、ハムッサ、ガブリアス。ポリツー、骨折、ヌメヌメ、バナ、ムーマですね。今回は私のゲスパでこのパートナーズと試合をするわけですが、辛さの塊でめまいがするレベルですね。そんなに、ですか？はい。さらっとやっていくとまず不思議バナ、ガブリアスの2トップですね。ガブは言わずもがな、ブラッキーでキャッチができますが、それでもやっぱりいるとブラッキーの選出を縛られるわけですから、強いところにいます。バナの方ですけれど確か4匹目で、未来予知を使ってのサイクル破壊戦術を先輩、やってましたよね。ですです。ですがあれは交代際に大体撃たれるヘドロ爆弾で毒の確率を引かれると、一気に処理ルートが不安定になるのです。処理方法はあるけど、安定は難しい、ということですか？おおむね正解です。相手も未来予知 AF は私が動画を上げた直前で警戒してきそうですが、かといって本番出てきた場合、対策してないと何もできずに負ける可能性が出てくるので、ここも意識せざるを得ないとこにいます。さらにウィンディの威嚇、サンダースの蓄電、シャワーズのウルボをコピーしてくる、トレイス組も頭痛の種ですね。サーナイトはゲスパ全員にタイプ1等倍がつける。ポリ2は1抜群を突かれることがないので、一撃では倒されない。加えて本来、同タイプに有利をつける特性が、トレイスで相手にもらわれるから、ガクンと不利になると。ポリ2は毒を盛れば対処はできるとしても、サーナイトの方が厄介極まりないですね。受けの要であるブラッキーをメガ進化からの、
スキンボイスで一発 KO です。BW2 ではエスパーのみで弱点もつけましたし、気合玉しか有効打がありませんでしたが、フェアリー追加で逆に悪に強いエスパーになってますものね。あとハマー、どこも等しく辛いので省略です。ガブ馬車はともかく、サーナイトをど喧嘩するのが、私の勝ち筋になるでしょう。奇跡ムーマという、PT 極まりないポケモンが個人的にすごく気になるのですが。マジミラと挑発ブラッキーで映る。ですよね、ブラッキーは素早さが負けているので先制で挑発できませんけど、基本的な回復技もありませんしね。というわけで、今回 B39 参戦用に用意した子はこちらです。CS の、早足サンダースですか。要するにトレースで蓄電取られて、初手のボルトチェンジがしにくいなら、早足にしてしまえばいいじゃん、ということです。なるほど。それで他の対策ポケモンは？ないです。はぁ？本当にないです。これ手抜きとかじゃなく、考えた結果として他にないという答えなんです。ちょっと待ってください。一戦目、マヨ参戦の時にメタ張ってなんぼ、とか先輩言ってましたよね。なのにそれが早足サンダースだけですか。そうなんですけど、あれはマヨさんがバトン構築、少なく見積もっても補助中心で来るのが見えていたからです。特殊戦術を使ってくる確信があったからこその調整をしたわけですが、では今回の B39 さん派というと。壁捨てろアグノムと、馬車バトンくらいでしょうか？中心というより、添えるといった範囲なので、普段のゲスパの子でも対応が可能なのです。つまり基本的はサイクル戦重視になることが予想されるから、あえていつも通りで行くということですか？そういうことです。では当日の戦術画面へと進むとしましょう。こちらになります。ドドンガドン。ギャラドス、不思議花、サメハダー、バシャーモ、サーナイト、洗濯機ですね。メスがサーナイトだけですが、まあいいでしょう。仮にこの子もオスでしたら先輩ではなく私が試合に臨み、教えに行くところでしたね。ブレませんねー、このユリキツネ。先輩も相変わらずポケモンの名前を変に呼ぶじゃないですか、それと同じですよ。ならしゃあねーですぬ。そんなわけで戦術を考えてみましょうか。いたらやや面倒だったアグノム、処理ルートが大変なポリツーはどうやらいないですが、サーナイトはきっちりいるみたいですね。ブラッキーを一番わかりやすく、確実な方法で倒せるポケモンですからね。対戦相手の対ゲスパ戦術は、まずブラッキーを倒す方法の確保から始まります。ただ広範囲に刺さる、上から殴ってくる、この2点がこなせる馬車さんも、ブラッキーを質で倒せるポケモンです。どちらかが出てくる、ということですね。そしてやっぱり障害となる不思議花の存在です。ウィンジ受けじゃなくとも水、電気、フェアリー受けとしての運用があり得るので、ここも出てきやすいところかと。光合成があるなら、サイクル戦で断然有利がつけれますしね。で、バナバシャだとエスパーの貫通力が大変なことになるので、サーナイトで緩和といった風になるのではないでしょうか。未来予知動画でバナの対策万全と銘打ってる人に、果たして出してくるものでしょうか？確かにそうなんですが、逆にこちらが出さないと呼んでいが対戦したらいた、とかになるともう絶望しかないんですよね。連れていくしかないということですね。相変わらず戦術のあれこれが難しいパーティーを使っていらっしゃる。慣れっこです。うへへー。ラス1はそうですね。ことちゃんが2戦目で証明した、固定パーティー相手には、自由枠が来やすいを信じて、ミトムだと当たりを張ってみましょうか。とすると、相手の戦術はバナ、サーナイト、ミトムである、と。不思議バナが若干バシャーモに変わったりする可能性がありますが、多分このあたりが選ばれるでしょう。ガブ、ギャラドスは切りますが、万が一を考えてタスキサンダースを選んでおきましょう。というわけで、こちらの戦術はこんな感じ。初手にトレースされないように早足にしてきたサンダース。バナ対策にエーフィ、馬車へのキャッチを考えてのウインビです。キャッチというより、威嚇と神速で弱体化させて、後ろで何とかするといった風ですよね。ごまかしにしかなりませんが、シャワーズでは受けきれませんし、こうするしかないのが対馬車の辛いところです。ではそろそろ行くとしましょうか。それでは B39 さん、対戦、よろしくお願いします。まさかフェニーチェの回収機が出るとは思ってなかった、伊達男の曲で送る3戦目。先輩の初手はトレース対策を施した、早足のサンダース。B39 さんは、
昔あったネイハードの名前を付けられたガブリアスですね。いきなり選出切りした子が来ましたね。皇族で受けられない以上、突っ張る以外に他はなさそうですが。そのためのタスキサンダースです。相手がスカーフで上から殴ってきても一発は返せる。タスキやハチマキならば勝てるこの安心感。一発目から急所は幸先いいですが、タスキですか。まあそれなら上を取れているわけですし、なんとかなると思っていたら岩石封じですと。ああ、先輩これ少しずつはやってきてる、封じステルスロックのガブリアスですね。え、今の環境ってガブ、封じ持ってるんですか？エッジや岩石封じで倒したいウルガモスの減少と、純粋に行動回数を稼ぎやすい意味で、持っていることが多いとは聞きますが、まさか先輩。封じガブ、考慮してませんでした。いやいやでも大丈夫です。サンダースは後を考えれば必要なとこで、ウィンディは威嚇があればガブの自信プラスサメ肌を耐えてくれます。ダメージの損耗は仕方ないと割り切り、数の有利を取る方向で方向で。方向で。いじっぱりガブリアスだー。どこ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 。マジかよマジですかよ。このダメージどう考えてもいじっぱりですよ。間違いないですよ。私犬2年使ってるから脳内ダメージ計算バッチリですよー。そう。この展開を予想してのいじっぱりなら、相手を褒めるしかないくらいに鮮やかなネタですね。95族と110族の間がゲスパには存在せず、なおかつ95族の子たちの S に補正をかけない傾向の先輩に、この調整は見事としか言えないレベルですね。やばい、頭真っ白になるくらいやばい。ここは神速を打つことは確定ですが、サメ肌でウィンディごと落とされるとバシャーモに威嚇を入れることと、神速で上から叩くことができなくなります。 AP を出して、自身を一度受けてからの先制パンチはどうですか？被害は広がりますけど、ウィンディは取っておけますよ。ことちゃん、私の AP はだいたい80族あたりまでしか抜かせないのです。たとえいじっぱりでもガブを抜けないのです。あ、祈りましょう。後ろは馬車とさないがいです。それならなんとかなります。まだ殴り合いと交代読み次第で戦えます。ダメですよー。だってもう BGM さんが切り替わる準備してるじゃないですか。フェードアウトしてってるじゃないですか。切り替わるのは勝利フラグですから、ことちゃんとキハそうだったでしょ。通常の3倍の方から6倍の方に変わってなんとかなったでしょう。だから私だって、私だって、いやー、見える死亡フラグ来ちゃったー。聞こえる死亡フラグも来ちゃってますよこれー。うせせせもうダメだー。おしまいだー。これ対面エスパーだから火が折ることにかけるのも無理じゃねーですか。ですがタスキはガブリアスが持っていましたから、おそらく玉かメガストーン所持。そして全抜き特化で守るを抜いている子もいると聞きます。部所持。どうか守る部所持という奇跡をください神よ。ちなみにこの対戦を行った3月半ばの時点で、PGL の調べでスト馬車の守る所持率は 99.1% みたいです。ですよねー。知ってましたよーん。今のところで守るように未来予知をしても、着弾は使ってから2ターン後、つまり馬車が2回行動をした後になりますから、触れれば一発で飛ぶ以上、間に合いません。ゲームオーバーだどげどうです。あ、でもこの AP の耐久なら耐えれる。本当ですか？リークリの進化を今ここに発揮。青。ことちゃーん。急所でもないのに落ちましたよ。耐えれるとはこれいかがに。すいません、言葉が足りませんでした。先輩の H166、B100AP なら高乱数一発ですが、馬車がいじっぱりなら低乱数で落ちるみたいです。となると、いじっぱりだったんですかね。ガブもいじっぱりでしたしね。オノレポルナレフ。悔しい限りですが乾杯です。こういう風にメタられたのは初めてでしたね。聞くせよ。では挨拶へと行きましょうか。それでは D39 さん。対戦、ありがとうございました。にしてもこれはちょっと修行ですね。5戦目までに鍛え直さなければ。